清志郎です。僕はアホです。なので、10連3回目引きます。最後の手配書超すごいやつ確定だった。やったぜいやもうねガチャ引かねえとやってらんねえんだよ。持ってるよ。なんで進化前を汚してたんだよ。さあ、カリーナ。まあ、これね、すごいやつ。ドンキホーテドグラミーゴーやったー、人生最高いやー当たっちゃいましたね。いやカリーナも当たったし、何もドグラミーゴー当たっちゃった最高いやー運が乗ってますけど、いい、嬉しいんだけどさ、いや虹の宝石なくなったということで、今からあの通常クエストとかを頑張ってクリアします。こうなるのは分かってたけど、でも最高、ガチャ楽しいな、おひょ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 って感じですね。でなんと俺今ドフラミンゴ周回してたんで、もうドフラミンゴ周回する理由ができたしね。マジね、人生って何が起きるか分かんないね。ていうかドフラミンゴのスキル本って14冊か。いやーでもね、入手順キャラ一覧の入手順ってことで、俺に運が来てるとね。ヤンバルクイナもいますし、まあ、カリーナだよね、ぶっちゃけ。嬉しかったのは。いや、でもね、終わり良ければ全て良しなんだよな。で、このね、このフランキーはなんとね、即属性の攻撃を1ターン無効する方のやつでした。もうこれでクリアできないものなくなってよ。で今俺ゾロ持ってるでしょ、ゾロ持ってるし、キャベツ、ゾロキャベツで、あいつとあいつも持ってるんで4つですよ。いやーもう最高だな。あ、もういい時はいい時があるんだな。カリーナはね、カリーナも結構俺は強いよね。カリーナ今3体集まりました。まあね、まあ、肝心のテゾーロが出ないで、いやドフィー出ちゃうって。それも2倍じゃない方のドフィー出ちゃった。これ言っていい、素直にバチクソ嬉しい。あーもう生きててよかったーってブルックも言ってたじゃん、生きててよかったーって。こんな感じで言ってないか、ただの断末魔おじさんになっちゃった。いやーなんかいいことあんな。一応博識タイプでしょドフラ。だからビッグマムをボーンって倒すこともできるんでしょ、やろうと思えば。まあいいことあったわ。いやーなんかね、いや俺もボロ負けかよって思ったらね、いやバカラは出なかったけど、いやカリーナ出たって、いやこれはグッと、もういいこと尽くし尽くしじゃん。もうデュクシの領域に入る前の尽くしだよ。いやー運は俺に回ってきてんね。
やーマジ楽しいわ。ドフラミンゴ当たっちゃうんだな。めちゃくちゃ強いからね。だってランク SS ランクのドフラミンゴですから。というかまずこのドフラミンゴ持ってたら勝てないクエストはほぼないですからね。バリアが苦手なだけですから。だってさ、大きなマジックショーほど、いや嬉しいな普通に。なんかマジ嬉しい。うわ最高だな。ちょっといや V ジャンプ入れよう。今の V ジャンプだよね。あ、ま、マップダメージ耐性。まあ多分これ進化できないですけどね。お前たちも操られるだけのゴミとして生まれたんだ。いやーでカリーナのスキルで、カリーナもね進化させなきゃ。カリーナレベル50だね。やったね。なんかもう嬉しいな。いいことありすぎて俺もうすぐ死ぬんじゃねえかなってくらいいいことあるな。怖くなってきたわ。ドフラミンゴ当たっちゃったよ。いやドフラミンゴ当たるか。そこで嬉しいな、やっぱ。フラミンゴ当たりましたね。桜の花舞い上がる。グランテゾーロも攻略しとかないとな。でもそんなことより今俺普通にあの石がなくなったんで、あのビッグマム多分ほぼ周回できないっていうね。まあカリーナ来たところでって話だからな。いやーでも嬉しいわ。いいことあった。飯まず案件だけどな、みんなにとっちゃって感じだろうけどね。いやーいいことあった。いいことあった。嬉しい。もう涙出てきそう。まあ、全然出てこないけど。いやードフラミンゴですね。もうなおさらビッグマム周回しないとダメですよ。限界突破のドリンクとか、そのためにも俺はなおさら周回しなくなきゃダメになったね。のんびり屋さんを気取り、飛行機頭の中からなんと
筋肉水の日道路をうねて線路をうねて地図はもういらなくなる国境は乗り出しちゃったうれしい。なんか意外に飯うま案件しかやってこないからもうなんかやばいよな。なんかもうだいぶとんでもないことが起きるんだろうな。こんなにいいことがあるってことはね、恐ろしいよな。カリーナをカリーナめちゃくちゃめんどくさいんだよ。なんかなんかしんみりしてるわ。What can you do? Let's go. Let's go. Beauty is one goodness in the middle of mine and then the wrong. やりました。まあね、ガチャの誘惑に負けて引いたら結構良かった。カリーナとシンドフィーが当たったと。シンドフィー強いですからね。多分まずシンドフィーで倒せない敵はね、バリア持ちじゃなければ倒せない敵はいませんから。うん、野心6人っていう厳しい編成ではありますが、まあ、テゾーロよりは優しいんでね、野心6人って。うん、いやでもテゾーロの方が逆に優しいのか。うん、野心のみなんで、まあ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 最高だな今日は。ほんとやべえね。隕石がもうピンポイントにうちを狙って落ちてくんじゃねえかな、今日。でも意味ねえけどな、それじゃ。いや、意味ないっす、それじゃね。やったー。ウレピーでございます。まあ、今日の夜は、イベントクエ、通常クエスト根気よく周回も最後までいきます。多分最後までやると。イベントクエスト今日何日だ、月曜日だ。もうニートってバレんな。ニートって言ってるしな、自分からもバレんなじゃないからな普通。やることはマダムシャーリーとかをクリアするのか。まあそんな感じで今日は、まあ、作業ですね。作業です。はい。ちょっと待って。
かしな海のなんか情報出てる。特にないな。サンジは、周回レベルが上がると必要。周回レベルが上がることで致命的なダメージもしくは何か。キングデューか。まあということでね、それだけですわ。はい。いやーきついな。最高ですね。はい。ということで作業動画も入れるか。じゃあ一回やってみます。